イニャツィオ・アバーテは、イタリア出身のサッカー選手。ポジションは主に右のサイドバック。元イタリア代表。日本においては、姓は、アバテ、名は、イグナツィオとも表記される。イタリアのサンターガタでゴーティ出身。父親はインテルなどでプレーしたゴールキーパーのベニャミーノ・アバーテ。1999年より AC ミランの下部組織に所属。2003年12月3日に行われたコッパイタリアの UC サンプドリア戦でトップチームデビュー。17歳でのデビューはパオロ・マルディーニ以来であった。しかしトップチームに定着はならず、2004年から2007年にかけて複数のクラブへのレンタル移籍を経験した。2007から08シーズンにはエンポリ FC に共同保有権が譲渡され、同チームでセリエ A 初出場を果たす。2008年4月28日のジェノア戦では初ゴールを記録した。リーグ戦24試合に出場したが、エンポリは18位でセリエ B に降格となった。翌2008から09シーズンは、トリノ FC に共同保有権が譲渡され、セリエ A で25試合に出場した。ミランが共同保有権を買い戻したため、2009から10シーズンよりミラノに帰還。開幕時は右サイドの中盤の控えだったが、シーズン途中にレオナルド監督によって右サイドバックにコンバートされる。マッシモ・オットラの負傷もあり、出場機会は得たものの、当初は守備面やクロスの精度にて課題を残した。しかし、2年目の2010から11シーズンからはパフォーマンスが向上し、新監督マッシミリアーノ・アレグリの下でスクデット獲得に貢献した。2018から19年シーズン終了後、契約満了により退団した。年代別のイタリア代表でプレーし、2008年のトゥーロン国際大会、北京オリンピック及び UEFA U-21 欧州選手権2009に出場している。2011年11月にチェザレ・プランデッリ監督によりフル代表に招集され、同月のポーランド戦でデビュー。以降 UEFA ユーロ2012、FIFA コンフェデレーションズカップ2013、2014 FIFA ワールドカップのメンバーに選出され、ユーロ2012ではスペインに決勝で敗れたがレギュラーとして準優勝に貢献、ワールドカップでは1試合に先発出場した。2013年11月15日のドイツとの親善試合で代表初得点を挙げた。国際 A マッチ22試合1得点。ありがとうございます。